九十九王子。本項目では、和歌山県田辺市市内、旧本宮町域内に所在する九十九王子について、述べる。九十九王子とは、熊野古道、特に、黄色、中辺地沿いに今する神社のうち、主に12世紀から13世紀にかけて、皇族、貴人の熊野参りに際して、先達を務めた、熊野治の手で急速に組織された一軍の神社を、い,い 参詣者の守護が祈願された。しかしながら、上級三年、1221年の上級の乱以降、景からの熊の参りが下火になり、そのルートであった黄色が衰退するとともに、後輩と退転が進んだ。室町時代以降、熊の参りが、かつてのような卓越した地位を失うにつれ、この傾向は、一層進み、近世紀周半の手による検証も行われたものの、 衰退の勢いをとどめるまでには至らなか。さらに、明治以降の神道の国家神道化とそれに伴う、合詞、死害化による廃絶などにより、旧社地が失われたり、否定地が不明になったものも多い。本記事では、これら九十九王子のうち、否定地が和歌山県田辺市、中でも旧本宮町域に推定される王子を扱う。中辺地のうち、滝尻から本宮までの区間、 旧中辺地町域及び旧本宮町町域に重なるの王子には、以下のような特徴的な意向が見られる。一つは、緑泥変換の石踏みである。前述のような事情から、江戸期にはすでに多くの王子は廃絶し、跡地のみとなっていたものがほとんどであった。それらの王子を検証するために、教皇八年、1723年、当時の奇襲藩が増留したのがそれらの、 緑泥変換碑である。大門、碑、ソハラ、中の川、小広、イノシシ花などに残された石踏みを今日でも見ることができる。もう一つは、流門岩製の長石外葉である。長石外葉とは、一般に、山地の寺院への参道に一丁、約109.09メートルごとに建てられたもので、同票の役割を果たした。自然石を転用したものもあるが、多くは、 逸子は外場、または、傘頭場の形式をとり、上部に、本尊の盆地、下部に、町数、側面や背面に造流年月日や干渉面が掘られる。天人2年、1109年の藤原宗忠の、三景記には本宮までの町数を示した、外場300、三百町イケルトバーの存在について研究がある。 滝尻から本宮まではおおよそ三百町丁イコール三十二キロメートル、実際には約三十七キロメートルあるが、これは木製のものであったようだ。現存する長石外場は洋式から鎌倉時代後期のものと見られ、上級の乱後に荒廃した熊野三景堂の整備を鎌倉幕府が幾回行った際のものである。今祖の姿を見ることができるものは、その時期に建てられたものであるが、 現存するものは少ない。品質する資料については、以下のような略号で示す。田辺市元宮町域内の九十九王子は六社。これらは、すべて国の史跡、熊野山景堂、二千年、平成十二年十一月二日指定の一部である。三越峠を越え、奥熊野に入った山景堂は、山を降りおとなし側の最上流部の経流に沿うように、進む。 この峠というの峰を短落する赤、木越、赤木越という尾根道沿いのルートが近世以降使い入れるようになったが、現在では三越峠側に崩落箇所があり、全皇帝をたどることはできない。井の花王子は三越峠一帯を源流とする音無川の河畔にある。本宮町萩から三越峠を結ぶ林道が開かれ、三景道の跡はどめられておらず、王子氏には、 林道から河原に降りていかねばならない。現在ではわずかに、紀州藩の石踏みが残るのみである。武器に、イノシシ花とあり、中雨期、大助峡期には谷川を数度渡って井の王子に着いたとあるが、その後の熊の参りの水位に伴って廃絶した。合同期にも、谷川に架か,かる、板橋を渡りながら進んだとあり、ほとんど道筋に変化がなかったことがわかる。 次の発信門、王子までは、井の美王子からごく近いところから山道を登ってった様が伝えられているが、現在ではその後をたどることはできない。発信門王子から林道を下って、小集落の中を抜けて行くと、元宮町萩に出る。集落の中の道を進み、右手に分かれる林道に上がって 2km 弱のところに、水の美王子があり、緑泥変顔日が立っている。 和歌山県成績では、具痴を根拠に、水のみ王子の名を取り、現在もその名で呼ばれているが、中世の三景紀、中雨紀、愚紀には、内水院王子と、明記されており、縁起や王子紀も、同様の王子名を記録していることから、16世紀末頃までは、うち、のみ水と呼ばれていたことがわかる。古くは、高原、田辺市中辺地町にも、水のみなののる地名があった。 中浮にあり、縁起や中浮の記述からすると、元宮から三日、皇帝と見られることから大門王子の近辺と推定されている。これら二つの地名を区別するため、また、発新門のうちにあって本宮に近いことから、このように呼ばれたようである。俗風土記には、水のみ王子の名が見られることから、現在の名が定着したのは遅くとも、江戸時代以降と見られる。現在地は、 三里小学校、三越文庫の高知跡であり、高知の工事のために少なくとも二度、移動させられている。文庫跡地からすぐに三景堂跡は地道をたどる。植林地の中に続く道を抜けて福廃の集落に出て、坂道を登り切ったあたり、福廃あざじゃやに、不尾神王子がある。長く厳しい三景堂を歩いてきた三景者たちが、 熊野川と大人氏川の出会うところにある、熊野本宮大社の旧社地、大西原の森を、初めて望むことができたのがこの地である。中世三景期にはその名は見えず、縁起や、大時期にも名が見られない。成立時期は相当遅いものと見られ、教皇15年、1730年の99、大時期に、泉式伏与党と共に、 不潮上村外れの道の左側にある、と述べられているのが書室である。道中期には、とある。もともとは、両者は、離れた場所にあったが、1973年、昭和48年に、両方とも道の右側にある古道と農道に挟まれた、丘の東側中腹に移されている。泉式伏用刀は、徳川頼信が寄進したものである。 カサトウの上に、法教院島の頭身と蓋を積み上げたものであり、炎王元年1239年の名がある。この供養島は、古くは現在地から古道沿いに西に戻ったところにある60メートルほどの短い坂の左側にあったと伝えられていることから、朝石の一つであったと考えられている。この坂は地元で一里坂と呼ばれ、福杯王子の近辺から、 元宮大社までの距離はほぼ一里、四キロメートルに相当することに由来する地名と考えられる。また、笠頭馬という形状も、長石に用いられる典型的なものである。この王子にまつわる説話に、泉式部が月の触りに見舞われ、と嘆いたところ、その夜、式部の夢に、熊の権限が現れて、と変化し、参拝を許されたとするものがある。 この説話が広められたのは、室町時代から南北朝時代にかけてのことであり、その担い手は一辺を回祖とする実習であった。一辺は熊野の地で自衆の協議を得たが、その一つの核に、阿弥陀如来による救済には阿弥陀への心不信を問わないとする無差別の思想がある。これを宣伝するために、泉式部を引き合いに出したものと考えられている。副杯王子を過ぎると、 道は、再び地道が続き、元宮町区域で、小平寺と合流する。小平寺との合流点にはかつて石書があり、茶屋が設けられていたことから三軒、茶屋跡とも呼ばれる。お熱帯の道を進んで最後の坂を降り切り、団地の中を抜けて、やがて小さなドーム状の地層が見えてくる。この地層に守られるように立つのが、原江戸王子。原江戸、王子。資料によっては、原江戸の、 原い書などの別表記ありである。ここから、元宮大社の旧社地までは、わずかな距離しかなく、本宮参拝の直前に身を清める、決裁書としての性格を帯びていたとられる。江戸時代の神社市、南紀神社録には、王子社と天神社が、現在地にあったと伝えており、さらに、官平大社熊野座神社年表には、1907年、明治40年に、拙者さん、土田神社を、 マシャハラエド天神社を移したとあり、社の性格は定まらない。古くは受僧そのものが、決裁書としての性格を帯びていたものが、王子社に転じたものと考えられる。子立ちの左側には、明治初期までイオーデイラという寺院があった。愚紀10月16日上に、発信門を立った言葉日光の到着を待つ間に、休息を取った地蔵堂の跡地である。現在では、 道の傍らにある石仏家がわずかにその痕跡を伝えている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。